今回は、マスクを分けるときなんかに非常に役に立つ、カラーセレクションという機能について解説していきたいと思います。まあ、そのカラーセレクションはどうやって追加するのかと言いますと、まずレイヤーに塗りつぶしレイヤーからマスクを追加して、マスクを右クリックしたときに一番下にあるものですね。アドカラーセレクション。これをやると追加できます。これはどういったものかと言いますと、このテクスチャセットセッティングスのアディショナルマップス。ここで ID マップを作ると、その ID をもとにピックカラーって言って、色を分けた部分を選択すると、そこの部分だけマスクを切ってくれるという、非常に、パーツごと、質感ごとにマスクを分けるときなんかは効率のいい機能になります。でも、これ今 ID がないので、もう何もピックできません。これ作らないといけないですね。では、このアディショナルマップスから ID マップを作って、それを適用していくところまでを解説していきたいと思います。ID マップは、このベイキングから ID というところですね。ここの設定をしておくと作ることができます。他は必要ないので、ID のみにして、このバーテックスカラー、マテリアルカラー、メッシュ ID、ポリグループ、サブメッシュ ID というのがあるのですが、カラーソースというところですね。これは何かと言いますと、このベイクするモデルの頂点ペイントを元にして ID を分けるのか、マテリアルカラーを元にして ID を分けるのかといったメニューになりますね。なので、つまりどういうことかと、言いますと、DCC ツールであったり、G ブラシ側で先に頂点ペイント、マテリアルカラーを分けておく必要があるんですね。G ブラシでハイモデルを作ったりしていた場合は、G ブラシで頂点ペイントってあるのでね、それで分けておくと、ベイクするときに ID がすぐに作れて便利かなと思います。で、今回は MAX を使って、3DS Max を使って、このマテリアルカラーで ID マップを作っていきたいと思います。では、まず MAX 側での設定が必要になってきますので、MAX に戻って、今、このオブジェクト、完全に一つになっていますが、より正確にこの ID マップを生成するために、色を分けたい部分ごとにオブジェクトを分けておきます。では、今回はこれ全部分けるとちょっと大変なので、一部分だけ分けていきます。そしてこのパーツを分けるときに大事なのが、オブジェクト名ですね。これをしっかりつけておくことが大事です。ここをデタッチで、パーツと。今回は簡単な名前にしておきます。もっとわかりやすい名前があればね、わかりやすければわかりやすいほどいいので。で、ここの部分も、そして、ここも分けます。これだけにしておきます。この4つですね。1、2、3、4つ。4つだけ分けておいて、で、すべて名前も付けてあります。この名前は重複してたらダメなので、すべてオリジナルの名前に設定した状態で、一度このオブジェクトを分けたものを、このサブスタンス側に更新します。なので、エクスポート。そして、OBJ で、エクスポートします。サブスタンス側でモデルを更新するときは、エディット。日本語だと編集ってなってると思うんですが、そこの、プロジェクトコンフィギュレーションというところをクリックすると、こういったウィンドウが出てきます。
このセレクトというところで、今出力したモデルを開く。で、ここにはもうデフォルトでチェックが入っていると思うので、これはチェック入れたままで大丈夫です。これは何かと言いますと、UV を変更したりしたときに、この今、プロジェクトでペイントされているものを UV 変更後のものに転写するというものですね。3D をベースにして、テクスチャを転写してくれるので、例えばこっち側でこう傷なんかを入れていても、ここの UV が変わっちゃったとしても、傷はこの位置のままを維持してくれるという。UV が変わってもテクスチャを崩さずに更新ができるという機能になりますね。これ非常に、これもすごくよく使うといいますか、便利な機能です。今回はUV 変更してないのでね、別にチェック外しててもいいんですが、まあデフォルトで入ってるので、このままで OK です。はい、更新ができました。テクスチャはね、もう UV 変更してないので、そのまま来てます。そして、ここでまずモデルを更新したら、今度はベイク用のモデルを用意します。マテリアルカラーを分けたベイク用のモデルですね。これはもう、ベイク用なので、色を分けてマテリアルを複数当てていきます。はい。では、マテリアルの割り当てが完了しましたので、これをエクスポートしていきます。で、これ、さっき OBJ で試しにやったら、うまく生成されなかったので、FEX で拡大します。基本 OBJ でいいと思うんですが、うまくいかない場合は FBX で出すようにしてください。これで、OK。そして、こちら側の、ベイクテクスチャーから、いくつか設定していきます。今回 ID だけを作りたいので、ID だけにチェックを入れて、ここは、さっき出力した FBX を選択します。そして、この April Diffusion というところが、デフォルトでチェックが入っているので、このチェックを外しておきます。そして、このマッチという部分を by メッシュネームに変更します。デフォルトだと always なので、ここを by メッシュネーム。こうすることで、このオブジェクトの、さっき分けたオブジェクトの名前ごとにベイクの計算をしてくれるので、これ全部やってしまうと、オブジェクトが、こう、密接してる部分なんかがうまく計算されないんですね。なので、この ID マップを作るときなんかは、まあ、他のものでも同じですが、オブジェクトを分けて、by メッシュネームとしておくと、より正確に、マップの生成ができます。そしてこの ID。ここをマテリアルカラーにしておきます。これで OK ですね。これで、ベイクします。はい。ID マップが作られました。この MAX 側で割り当てた色に、ID の色が分けられています。ここで ID マップを作ると、このカラーセレクションというプロパティに自動でインプットされますので、この状態でピックカラーとしますと、これ綺麗に ID 分かれてますね。MAX 側で設定した色がしっかりと ID マップとして分かれて生成されています。これでまた塗りつぶしレイヤーとかで適当な、まあ、色であったり質感で分けた状態でマスク追加してカラーセレクションでピックってすれば、そこの ID の部分だけ、こうやってマスクが分けれるんでね。これすごく便利です。はい。では、今回はこのカラーセレクションについての解説でした。これをする場合はね、MAX 側
であったり、マヤ、またはジーブラスで、あらかじめ設定する必要があるので、その設定を忘れないでください。このカラーセレクションを作るときのポイントとしては、やっぱりこのベイク用のモデルをこうしっかり分ける。そして、ペイント用のモデルと、このベイク用のモデルのオブジェクトの名前を統一しておく。このバイメッシュネームというところを機能させるためにですね、オブジェクトを分けて名前を統一する。仮に、このペイント用のモデルがすべてモデルが1個の状態で完成させた後に、やっぱり ID マップ作りたかったっていうときは、オブジェクトを分けてから、エディットのところで、モデルを一度更新しておく。更新してオブジェクトが分かれた状態にしてから、ベイクすると。そうすることで、この ID マップが正しく生成することができます。では、今回は以上になります。